ントで自家培養の軟骨の移植だったらどうなんだと、はい、形成外科医的にやっぱり鼻をどうこうするっていうのはやっぱりすごく難しいことなんですか？難しくはない、あの技術的には難しくないです。やるインプラントを使った整形はやる前にちょっと考えた方がいいかなと思う。コメントで自家培養の軟骨の移植だったらどうなんですか？いいんじゃない、いいんじゃない、あの全然あの異物反応は起こらないので、うん、それはいいと思う。ただし自家培養軟骨の場合にいい形を作れるかどうかっていうのは別だけど、多分異物としては排除はされない。じゃあなんかこう形を作るってなったら、うん、割と包丁さん的にはおすすめ、おすすめ、まあなかなか高いしね、自家培養軟骨はね。でも一番おすすめするんだったら自家軟骨かな。自家ここに硬いやつあるじゃない、はい、ここ自家軟骨って言うんだけど、はい、こんなもんなくても全然いいものだから。え、これなくてもいいんですか？なくてもいい、なくてもいいものなんていっぱいある。うん、めっちゃすげえこと言う。ここにあるじゃない、ここにこう硬く触れるじゃない、はい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 、でここの部分をこういう風に丸く取ると、はい、ここの部分の軟骨がなくなるので、はい、プニプニするけど耳の形は全然変わらないし、こちら側の皮膚とこちら側の皮膚に挟まれた部分に軟骨があるので、はい、そのサンドイッチされてる、はい、サンドイッチってパンとパンとカツがあるじゃない、はい、カツの部分だけ取り出すみたいな感じでパンとパンだけは中身が抜けてくっつけとくみたいな。そしたら軟骨をこう小さく折りたたんで切ったりして形を整えて鼻線部に入れたりとかする。そうするとこうあの鼻がシュッとするような、それはよく心裂口外裂とかでもやってる。そちらの方が安くて簡単で確実だとは思う、ね、そうか、培養する必要はないですよね、うん、軟骨余ってるっていうか、まあ、とってもいい軟骨があるので。ただ肋軟骨は、肋軟骨って言ってその、うん、肋骨の、うん、肋軟骨はあんまりおすすめしないかな。なぜかちょっと硬いし、特に女の人だったら胸に傷が残るんだよね。ああ、やっぱ残っちゃうんですね。残る。やっぱり自家軟骨両方から取れば結構な量取れるしね、うん、前にどっかのクリニックで肋軟骨、それこそ鼻用で肋軟骨を取るってやつだったんですけど、肋軟骨切ってる途中に肺に突き刺さっちゃったっていう事故があったんですけど、それは起こりうるものなんですか？起こりうるよ、普通に。で、あの気胸、多分肺に刺さったというよりも気胸を起こして肺がしぼんじゃって呼吸ができなくなったっていうやつなんだろうけど、気胸とかって言うんですけど、気胸になると結構 両肺気胸になると多分死ぬ。え、ただ普通の場合には肺2つあるから、うん、いやまあ、うん、鼻のやつをやるときは肋軟骨よりも自戒軟骨、うん、のもうやむにやまれないときは肋軟骨を使ってもいいと思うけどね。あ、やむにやまれない、例えば鼻が吹っ飛んじゃってもないとか。サイズ的に自戒軟骨が使えるのは鼻線だったりとかの、そう、細かい修正、細かい修正、まあ、美容目的だったらそれで十分かなと思うけどね。鼻筋みたいなところを変えたいってなったら、それでもまあ個人的な意見だけど、そこを変え、どうしても変えたいということであればシリコン使った方がいいのかな。ただ鼻線の部分はすごくデリケートなので、自己の軟骨を使った方がいいと思う。そこはもうじゃあリスクはある程度承知で、じゃあお嬢さん的には肋軟骨は本当におすすめしないしないね。人の体ってもういらなくて取れるところっていっぱいある。盲腸もそうだし、腸小筋腱っていうやつもいらないしね。